水噴射は自動車用語の一つで水を燃焼室内に噴射することである。水噴射により燃焼室内の温度を下げて排気ガスの発生を少なくしたり燃費を向上させる目的で行われる。内燃機関では水噴射はデトナント噴射としても知られ入ってくる空気または燃料と空気の混合儀に水を噴霧するかシリンダーに直接噴射してホットポイントの 誘導システムの特定の部分を冷却する。ジェットエンジンでは低速および離陸時にエンジンの水力が増加する。水には非常に高い気化熱があり、周4度の水がエンジンに注入されると熱が熱いシリンダーヘッドから熱を奪い、空気が水に取り込まれ、これにより蒸発し、吸気チャージを冷却する。吸気量が低いほど密度が高く、ノッキングする傾向が低くなるが、 水蒸気はいくらかの空気を置換し、より高密度の吸気チャージの利点を無効にする。通常ノッキングは自然吸気ではなく強制誘導エンジンの問題である。ため、これを防ぐのに役立つが、電子点火システムではノッキングの発生を防ぐために点火タイミングが一般的に遅らせられ、追加の電力のために最大ブレーキトルクタイミングに近づけることが可能である。 多くの水注入システムは、水とアルコール混合物と微量の水溶性オイルを使用する。水はその大きな密度と高い熱吸収特性により、一時、冷却効果を提供し、アルコールは可燃性である水の不凍液としても機能する。オイルの主な目的は、水噴射及び燃料システム腐食を防ぐことで、また、高出力状態で動作している場合、 エンジンの潤滑にも役立つ。注入溶液に混合されるアルコールは多くの場合メタノールであるため、このシステムはメタノール水注入として知られており、高性能の自動車用途では水とメタノールの混合物ではなく100%メタノールを使用することを安全性の懸念と部品寿命の懸念により、これは議論の余地のある選択肢として残されているが、米国ではこのシステムは一般に コーデトナント注入とも呼ばれている。ピストンエンジンでは水の最初の噴射により燃料と空気の混合儀が大幅に冷却され、その密度と引いてはシリンダーに入る混合儀の量が増加する。圧縮されると水が熱を吸収し圧縮作業が軽減され燃焼中に水が気化する際に大量の熱を吸収しピーク温度と結果として生じる NOX の 形成を減らし、シリンダー壁に吸収される熱エネルギーの量を減らす。追加の効果が後に生じるがこれはまた、燃焼エネルギーの一部を、熱の形から、圧力の形に変換。熱を吸収して水滴が蒸発すると、水滴は、高圧蒸気に変化する。混合気中のアルコールは、燃えるがガソリンよりもノッキングに対してはるかに抵抗力があるため最終結果は爆発の開始前に、 非常に高い圧縮比、またはかなりの強制誘導圧力を支持する高い億単価となる。現代の民生用車のエンジンは、ほとんどが特定の空燃比で事前にプログラムされているため、車のコンピューターを再プログラムしたり、これらの比率を変更したりせずに水を導入しても、メリットはほとんどなく、パフォーマンスが低下したり、エンジンが損傷したりする可能性がある。さらに、 ほとんどの最新の燃料システムはあらゆる形の水が追加されたことを判断できず、新しい圧縮比を判断したり、低いシリンダー温度を利用など、不可能で事前にプログラムされた車では、ほとんどの場合に間接的な水噴射方法を介して、水蒸気を導入すると完結するために必要な空気の代わりに、水蒸気が使用されるため燃焼プロセスと生産力、電力が失われるので、 通常は水注入のために再調整された車両のみが何らかの利益を享受する。J57 エンジンを搭載した KC-135 のウェット抵抗フ水噴射は往復動エンジンと航空機用タービンエンジン両方で利用されるが通常爆発を防ぐことが主な目的ではないことを除きタービンエンジンで使用した場合の効果も似ており水はコンプレッサーの入り口 または燃焼室の直前のディフューザーに注入され、水を追加すると、エンジンから加速される質量が増加し、水力が増加するが、タービンの冷却にも役立つ。通常、温度は低高度でのタービンエンジンの性能を制限する要因であるため、冷却効果により、エンジンはより高い回転数で動作し、より多くの燃料が噴射されてより多くの水力が、 加熱することなく生成される。このシステムの欠点は、水を噴射すると燃焼室の火炎がいくらか消化される。ことで、これは火炎も冷却せずに、エンジン部品を冷却する方法がないためであり、これにより、未燃の燃料が排気から排出され、黒煙の特徴的な痕跡が生じることとなる。クライスラーなどのメーカーのタービン下級エンジンを搭載した道路用車両で、 水噴射が使われた。1962年のオールズモビル対85には流体噴射、ジェットファイヤーのエンジンが搭載されていたがこれは偶然にもコルベアスパイダーと世界初のターボチャージロードカーの称号を共有している。オールズモビルは水とアルコールの混合物をターボロケット液と呼んでおり、ソブはソブ99ターボに水噴射を提供。 インタークーラーの導入により爆発を防ぐための注水への関心はほとんどなくなりましたが、排気中の窒素酸化物と一酸化炭素の排出を潜在的に減らすことができるため、最近注水も関心を集めている。ただし今日の水噴射の最も一般的な用途は、高性能のアフターマーケット下級システムを搭載した車両であり、このようなエンジンは通常、爆発による 狭い安全限界で調整されているため、蒸発した水の冷却効果から大きな恩恵を受けている。2016年の研究では、水注入と排気ガス再循環を組み合わせて、ディーゼルエンジンの排気マニホルドに水を注入、吸気工程中に排気バルブを開くことにより、注入された水と排気ガスの一部がシリンダーに引き戻されるという効果は、NOX 排出量を 最大85%削減するとのことであったが、その代償として、ススの排出量が増加した。ありがとうございます。